SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジの先頭と仕事セガです。はい、今日もスナブラ新検査やってるんですが、はい、今日は2つミニゲームやっていきたいと思います。おい、1つ目はスマブラでボンバーマンやってみたということで、ボムのみで戦うと。じゃあ行かせていただきます。はい、スタートです。バカ野郎、俺がやろうと思ってた。それはうわ、なぜか俺うわお、ハニワ出したやつもいたの。何ハニワ、誰だハニワ出したやつ。さすがに自粛しろ。え、うわ、どうするこれ。うわ、何かどうするこれ。うわぁ、何かあるの。え、全然これわかんない、これわかんない。やった。これもう一瞬の判断力で左右されるな。マジでボンバーマン力よ、必要なの。同じ列にいなければ大丈夫。そういうルール。そういうルールかい。え、ダブルキルへ。悔しかったら爆弾を投げてください。僕に持ってるんですが。バカ、シマイマンだぞ。シマイマンがいる。あ、ごめん、ミカ持ってんだぜ。なんで俺が。うわ、気持ちいい。やばい、ベタってなった。裏目じゃベタって。次言わなくてもわかるわ。ガッグー。はい、食らってください。SS さん、わかった。ここでな、もう少し待っててくれ。シーカー頼む。さすがに投げない。別に投げないよ俺は。いいやつだ。全部のやつを。進化をまずやろう。あいつだけ4期なのは納得できん。バ爆弾系だからね、まず。あいかも。むかつく。それはおりゃ。進化狙いは継続。一回爆弾ちょうだい、それ。オッケー。いてててててて。それはいいや。確かに。しゃあ、俺だぜ持ってんのは。こうじゃん。あざ。なんで俺が。落ち着きは避けられんだよね。ボンバーマンと一緒だからマジで。確かにボンバーマンも落ち着いてる。バカ。それやばい、それやばい。ダブルダッシュ。おお、はい、今殴った殴った。サッシュ。いで。あ、じゃあなんどうしたの。もう攻撃をする人になってしまった。オッケー、こっからデスマッチ。あ、やばい。こっから俺一個もボムに当たんない。もう攻撃はしない。俺は、俺も頼むね。最大のボム。こっからや、こっからスタートや。俺じゃ一応投げよう。自滅の可能性あるぞ。うま、すぎよ。今風船ゼロ個だったら死んでたよ。読んでたんだハゲ。よし、腹立つ。あんま立つ。もう攻撃しない俺は。うわ、待って、俺は、待ってね、待ってね。俺は、それは見過ごせない。一回止まって、その爆弾を俺に渡せ。せーの。よし。この爆弾食らった方が許すから。オッケー。せーの。え、わけわかんない。で、許さん。怖い、怖い、これ怖い。よし、ナイス、ナイス。その二重層。ここかい？俺は生きるぞ。おらららら。よしよし、今自分の動きですよ。あ、まあ、俺はまだ行かない。いい男だから。気持ち悪い男いたな。マジで1個目だとね、分かっちゃうね。俺がこれ2個持つ。誰？俺。でもいいじゃん、俺らの体力一緒くらいなんだから。ごめん、今も俺も。分かった分かった、植木鉢やらせろ。さすがに植木鉢はいい。ちょっと待って、植木鉢。今じゃ植木鉢。分かんない。誰？はい、お遊びはやめてパスランを入れて地獄の対決や。地獄開始。もう逃げ場所なんかねえってことを分かれ。うわ、パスラン、パスラン、うわパスランが育つんか。うわ全部いや、パスラン天気。そういうことでバイバイって言って、バイバイ。あいつ本名ってパセラン、パサラン、分からない。確かパサラン。確認する一回。いやでも確認してる間に爆破されるから。そうね、確認されてる。ね、ちょ、待って待って待って、急にボコボコ。あちゃ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 。いい、俺も行く。よし、我慢した。我慢もできず斜めて。うわ、もう、うわ、帰る場所がね。帰る場所がね。
外国人労働者みたいな俺らはい、コンボいや、ったそれらがいくいえ、あれおい、BB ってすんなってあ、俺落ちたな、終わった、やばい育ってろいくらでも育ってろてい久しぶりに人殺そうはい、続いてのミニゲーム名風の谷のナウシカでございます二人、村人のチームはこの風のみで相手を倒す、うん、進化はそれに対抗するってことですね。俺らを普通に倒しに行く。一応進化5機、俺らは6機、計6機で、はい、スタートは。おりゃー今、あいつは持ってねえバカ。オッケー、外出してくれたら、俺がおりゃれれ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 よっしゃもう一回行こう。おい、風の20スト風に吹かれてあんまりつかないごめん、オッケー、ナイス。俺、SA2 倒すの。あいつナイス。オッケー、あと1機、あと1機。はい、残念。はい、バカはい、バカはい、バカ着地できなかった、俺あれもうその時、着地する時はもう吹いてたそういうということで、ラストで最後、1対1対1で風バトルしていきたいと思います。はい、まずは崖使わせた、絶対くそあ、ブルル追い出せる、これでこっからあーあコンビネーションキルはやめろ、マジで一生吹かれないよ、これマジでマジここに私はいませんマジの字やほらマジほらよっしゃ聞きましたー、はい、早めに上に行く腹側から、はい、早めに今やばいこれやめてよはい、風船なくなったかいここでオフのリセット OK、ナイスナイスあ、やばいやばいやばいギリギリ掴めたやばいやばいやばいはい、暴れん坊将軍召喚まあ、こっちが暴れん坊将軍ややめろやめろおい、いけるやめろやめろやめろおー、救われた救われてないあったーこの大空に翼を広げる余裕まだ言ってよおい、まだ村人狙いは変わらんバカがマジかこれ一回来ましょちょっと待ってちょっと待っていや、まして二次災害ややばすぎる、やばすぎる二次災害二次災害対応はできない本気で石だどっちが勝つのこれ新しい風を吹き込んでいくぜおおおおっやばい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 新しい風はいなぜか反対側の風があるぜそれずるいあもういいね風は風じゃそれやったらこっちから吸い込むわ吸い込んで俺が送るおい吸い込むな俺を地面にへばりつけばいいのよちょっとダメだ任せて、あ、任せて、着手させないあっ、危ない危ない危ないちまい、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 よいよいよ風船1個しかないよっけがもううまっすおい、分かってんなあ、分かってんぜ逆襲男、まずは逆襲逆襲はこっちのが主人公じゃ腹からですよ腹からですよおりゃあ！内側よ内側。あ、お前今今今今。バカバカよっしゃー。こんなに風を受けたことはねえ。腹から。いけいけいけ。いけいけ。白い雲のように。ということでね、2つ楽しいミニゲームを見つけてしまったので、はい、皆さんもぜひやってみてくださいということで、はい、ご視聴ありがとうございました。観客に向かってやってるな。お風が前見えねえよ。